はい、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。2016年ズルトレーダーにおいて、日本一から世界一になりました。2017年は2位でしたけれどね。現在ズルトレーダーでは FX 統一となっております。でですね、バイナリーオプション視聴ツールを発明しております。そのね、扱い方を説明したいと思います。3体のコンピューターで、こちらは FX のね、あの自動売買のソフトの最適化ですね。左右そうなんですけども、あの3台のパソコンで使ってます。あとタブレット PC ね、 Windows 10など、あと携帯電話3つでですね、取り扱っております。それでですね、こちらのインジケーター、MAC でのYOWバージョン21ですね、こちらのバージョンなんですけれども、ですね、 EA の、Mac でのYOWバージョン 2.1 ですね、これがそうなってます。で、付属の EA はこれで最適化しましてですね、こちらの方のインジケーターの設定値ですね、こことここを合わせるようにします。で、この設定でね、でこちら論理判定ですね、色の判定ですね、こちらは買い売りをするね、指示をする論理判定ですね、となってます。これなしにしてね、上に上がってきますよ、下に落ちますよっていうようなサインの逆張りで投資するようにすればいいんで、こう取っちゃったらもういいかもしれないですね。まあそういうことで、でこちらの方ですね、最適化中です。で今これがいいわけですね。で今この設定値ね、103ね、103の143ね、合わせてますね。で、この300は5分ね、のオンデマンド。このサインが出てから、インジケーターのサインが出てから5分後決算されるものがいいですよということですね。の勝率です。631回ね、取引中ね、勝ちの方が多いですよということですね。で、これ利益幅なんで注意してくださいね。勝率じゃないですから。勝率はまた別に出ますからね。調べてください。バックテストの結果からね、バックテストの結果からね、データ、こちらの方出てきますから、後で出てきますから、そこからね、見てください。こちらの表の方から出てきますから、バックテストがあって、これに対してね、成績を詳しく見るというところでね、選択すれば見れますから。で、このようにね、スプレッド2ですね、2でやってます。で、M1 ね、1分足で分析してます。ね、USD の JPY で今分析してるわけですね。EA の Mac での YOW バージョン21ですね。この EA はね、分析用なんですね。この設定値の分析のね、用なんですよ。調べるための、この CC0 と CC1 を調べるためのね、道具なんですね。通常このインジケーターね、これなんですね。このインジケーター、このインジケーターの、設定値を調べるためのものです。で、今1ヶ月間で分析してるわけですね。1ヶ月間でね、この値と、この値とこの値ね、1ヶ月間で分析してます。これで156時間かかるんですね、分析終わるのにね。ずいぶん長いですね。156時間だから、1、2、3、4、5、6日間かかるわけですね。たったこれだけの分析でね。1ヶ月でしょ ?1 ヶ月でそんなかかるわけですね。伊達じゃないですよ。
で一本足でこれ分析させて、このねインジケーター、このハイハイ、あとこの緑と青赤は合わせてくださいね。これ逆になってる時ありますからね。この合わせ方は説明わかりますよね。この合わせ方はここですね。ここで変えるんですね。ここ変わると逆になりますからね。これ例えばこう逆にしたら入れ替えちゃいますからね。ね、こうやると、ね、赤になっちゃうでしょ。ちょっと上上がるのに赤じゃおかしいでしょ。ね、そんな風にして。で、設定値は、こうですね。今言った、このバックテストの結果。で、このインジケーターを押すとシグナル出しますから、サイン、アラート出しますから、その通り通していくだけでいいです。バイナリーオプションはね。これで失笑ですよ。これで失笑です。勝率は完全に勝つわけではないですけども、いい設定値見つかるとね、この最適化で分析でね、必勝になりますから、やや勝つということですね。で、取引してください。Mac での UAO バージョン 2.1 ですね。USD JPI 用、これは無料ですから、この通貨国だったら、無料でライブ投資できますから、ライブ投資も許してますから、無料でね。これで、稼げるか調べられます。オール通貨国は有料になってます。1万円ですね。オール通貨国でね、投資はね。このように通貨国ありますから、ね、こんな案ですよ。ね。17、ハイアンドローだと17通貨選びますね。ね。で、この MT4 は、ズルトレーダーも使ってますけど、大体どこでも使えますね、これはね。そういうことでね。一応、ズルトレーダーを目安に使ってください。の MT4 を使ってください。どうもありがとうございました。バイナリーオプションスペシャリスト社の販売屋先生でした。